し上げます。慌ただしい何事じゃ。あ、ただいまお院様にはくしゃみを忘れされました。何くしゃみ、それは大変じゃ。ご苦労、早速ご診察申し上げる。お風邪でも召されては一大事じゃ。くしゃみを遊ばしたそうで、どれどれ拝見しましょう。はい、お手手、はい、お手手、はい、お手手。お熱はさほどとも覚えませぬが、は、何でございます。ああ、さようでございますか。お酒が飲みたい。はい、かしこまりました。はい、早速取り寄せます。あ、これこれ、お犬様がお酒が飲みたいと仰せられる。あれなる茶店へ申し付けなさい。かしこまりました。あ、これこれ、お、なお、あの茶店はお犬様の目に留まって光栄の至りであるぞと申し伝えるんじゃぞ。は、はあ、来た来た。はあ、はい、お酌、はい、お酌。はあ、はあ、なかなかいける。はあ。は、なんでございます？はあ、はあ、おかわり。はい、はい、お酌。何をしとんねん、今に。なや、ケツ直せ、ケツを。これか。これやな、ケツ直せ、ケツを。これは直されへんねん。直されへんで、またどこを削っとんねん。え、そのとこ削れとるとは、もっと他のとこを削れ。そらはしごやな、そらはしごやな。そらはしごやな、そら手やな、手切って取らんねんの。片付けて、片付けて、それを。なこう自分の方へ片付けて、手ねってな、あんまり。はっきりせえ、あんまり。違う、あの、飯食いに行こうか。ああ、もう飯の時間やな。え、ちょっと俺はつもあってちょっと飯食えんの。飯食えんの。あ、耳悪いのか。何？耳が悪いのか。耳悪いぐらいだったら飯食えれないのか。あ、そうだ。どこが悪い？いや、実はな、漏れたんや。え？漏れたんや。漏れた。ほっほっ。ほんまや。いや、言おうと思っててんけどな。帰って心配したらいかんとか。ただけこれ。はっ。漏れた。ああ、漏れたんや。うわー。しかし、何を漏れたんや。何？何を漏れたんや。じゃないほんまに。は、いや、大の男がモルタって大概決まってるやろ。あ、かまぼこか。かまぼこ、は、猫やれへんで。そらまさやけど。てめえってな。い、男がモルタって言うと決まってるやねんか。ああ。女房やな。女房モルタ。おう。何人モルタ。何人モルタ。何人モルタって女房は一人やねんか。なるほど。一人に決まってるやねんか。考えとんな。お犬様に申し上げます。あまり大量に召されてはお体に毒かと心得まするが、は、あ、大丈夫。いや、これは恐れ入ります。ではもう一杯だけ。はい、おしゃっく。あれ、あ、お犬様、あ、お犬様がおら、おい、お犬様がおら。お、もしものことでもあったら苦労の命があるな。それ、八方へ手分けをして探す。そう、八方へ手分けをして探せ。あ、もし、ご感情はどうなるの？感情？お犬様からもらえ。生類哀れみの霊か。和老に耐えたる亡霊、このままには捨ておかれんの。ん？なんとかして上様に還元申し上げ、庶民の苦しみを救わねば相なるまいて。お待ちどうさま。いや、どうも奥さん、ご苦労でした。いやだわ、奥さんなんて。そんならあんた、どない言うたらよしはんねん。そうね、おいおいって。おいおいって、そらあんたもったいないはずやねん。
あら、遠慮しなくたっていいじゃないの。あ、そう。そんな一点やってみよう。おいおい、行くやりな。おいおい。なに？うん。ご飯一緒に食べよう。こっちで。さ、その卵焼き味はどう？おいしゃすがない。それで安心したわ。安心したちゅうと。実はね、お醤油と間違えてお酢を入れちゃったの。お酢を。あんたが作ってくれんだら、もうお酢を入れようが、水を入れようが、何食ってもうまいがな。へへ、あおらんできた。犬のうわさの必要に子供が冷めたらきっと帰って。
配せんと待っててな。あなた、早く帰ってちょうだいな。うん。よちよち。お待っとうな。よ。あなた。お前、長屋を立つ時にはおてんとさんが高かったやないか。それが一変したい落ちて、もっとお前上がりかけてるやないか。ええ加減にしとけよ、おい。そう言うけれどもね、夫と今はそうあっさり別れられへんな。別れられへんか知らんけども、うん、そこは物はあっさりということがあるやないか。行こうと思ったらあなた、あなた、あなたもひなたもこなたもあけ。そんなことするから、体が上がったり下がったり下がったり上がったりしわくちゃだらけやないか。どなすんねん、おい。そんな言うけれども、可愛らしいお名前やろ。ね、な橋を渡れば旅の空渡れ立ちいたしたな。弟の仇、拙者は用意だ。それ、抜け。静まれ、静まれ、静まれ。中央五条下においてこの騒ぎは何事じゃ。双方とも控えめされ。なんだ、人役の岡田行恵ではないか。上役の拙者のやることにとやかく口出しをするな。そこをどけ。たとえ何人のおせでも拙者には拙者の役目はござる。白紙この五条下においての騒ぎは法の許さだところ、自費局直は奉行所で争われたい。そのために殿よりご扶持をいただくこの岡田行恵、たとえ私事の争いは上役たるとも絶対に許すことまかりなりません。お前気持ちだ。くずくず呼ぶには貴様もきっとしてるぞ。何？俺とも、すまれ。どうしたものご伝と心よる。ここにはさ、先の柔軟を認め救いくもなるぞ。姿が控え。はい。
だいぶ食べるらしいな。ああ、もう体がくたくて相当今日は歩いたからな。ああ、やりかった。ちょっと俺が荷物持ったら。あ、そうか。俺は気の毒だな。お前疲れてる時はお互いに。あんまりもう一生を握るで。そんな水臭いこと言うな。いや、その代わり俺をおんぶしてくれ。俺をおんぶしてくれ。俺が。あ、人間はお前持つもたれやからな。そうそう、お前ばっかしは。よっしゃ。ああ、すっぱりしたほら。あら、お前はすっぱりして弱いな。え、お前はすっぱりして弱いな、うん、こっちはイカれてるのもんよ。そんなことグズグズ言うな。人間というものはお前義理人情知らなんだらあかんで。お前の辛いとこを俺が助けたんやから、またお前も俺を助けてもらわないかん、うん、それがわからんようやったらお前は一生まあ、叩き大工で終わらんならんな。俺はまあ一生叩き大工や。まあしゃないわ。あ、俺は一生叩き大工や。そりゃ、お前は何やねんか。俺は建築家。こんなこっちゃねえか。あ、こんなのして、あの、どうかなさいましたか。ありがとうございます。持病の尺です。尺、それは行きましょう。行こう。行けるし、尺なれば一つ私が。おいおいおい、何をしとんねん。水知らずに人に体触ってどうすんねんな。失礼だよ、ロギエぞ。失礼か、失礼か。失礼だよ、お前。まあ、そう。私はちょっとさせました。こら、あちゃこ。えら、前も失礼やん、ロギエ。あの、何ぞ私たちのする用事がございましたら。すいません。だめだれ、ざまを。大体お前があんな女をお前連れてきたんが、そもそもことの始まりやないか。連れてきたんは誰が連れてきてんの。俺は連れてきたんや。お前連れてきてんねんか。連れてきたんやけど、お前があんなもんいけませんならいけませんとはっきり言ったら、こんな災いはなすんじゃないわ。初めからお前が連れてくるとこうなってんやな。今さら喧嘩してるの知らないか。知らないか。道中一文なしで行けるかい。行けるぞ、行こう。じゃねえか、あの女を追うことに。動け。盗みをするはずがないか。おい、親父、お前はこの女の口車に乗せられてんねん。俺らは立派に金を盗まれたんじゃ。親父は
お前らねえな、あれもなことどうあれな。どうはらとはな。どうはらじゃろ。お大根。どこ行った。それはお前さんたちが悪い。盗まれるというのはお前さんたちが金の始末の仕方が悪い。金というものは盗まれる方が悪いんだよ。ちゃんとしまうところへ、私みたい。私みたい。俺ないよ。ないよ。これないよ。ない。あれがなかったから私。もう生きてはいかれなくなる。なかなか骨のある面白い人間じゃ。目をかけておやるのされ。なお。あ、世話の神、肝に銘じてお客様すみません。さらば。はは。二人の音も見捨ててるそうだ。漏れ受けたまるところによると、肛門光圀公にはお忍びにて街道筋をご旅行とのこと。江戸表におられる我が殿様にはご老公とは格別な恩愛だから、万一にもご老公東国ご通過の際、手落ちでもあっては国を預かる拙者の責任。ご一行を発見し、過ちなく当道場へ、案内せぬ者には必ず過分のご家蔵を殿へお願いして差し上げるぞ。あのご家蔵。カズ、何も心配とんねんねん。ビヨビヨ窮屈ね。ビヨビヨ下で一緒やねん。それはお前取られた財布が今さら帰るわけがないねんか。腹が減って俺はたまらん。それ腹が減ってのは豚がやないか。この前腹が減ったってのはどうもね。腹が減ってもう豚やともう来るてるの。お前それ、掃除からのお金も踊るにたんまりあるような気持ちで、人間は気持ちの関係や、気持ちが。そんなところはいっぱいいっぱいいけ、いっぱいいけ、いっぱいいっぱいいっぱい飲め、いっぱい飲めって。飲むつもりか。飲むつもりや。俺がこうしてこうついたつもりや。それでこういっぱいこうぐぐぐぐでいけ、ぐっと、ぐっと。で、ちょっと待ってきてろ。もっといけ、自分に。いや、違うな。これってぐーっと、これってぐーっていけ、大きやってぐーっていけ、ぐーっと、それ言うようだやろ。お前とる飲んでねやれよ。お前とる飲んでねやれよ。さあ、俺にもくれんけよ。俺にもべくれんけよ。先輩が。先輩、そう。ちょ待て。あんまりいっぱいだ。あ、気持ちやへんな。ヨタ、これ、つもりやな。いいヨタつもりや。あの、マグロ行け、マグロ。マグロ行けんの、マグロ。探さへんけどへんがな。ここなら、マグロがあるつもりや。マグロ行け、そこ。バスにつけて。マグロばっかりが、また、タイム行けよ。タイム。俺をタイム。タイム。タイムしてくれ。ほら、怖だもん、さっきどうが。あ、もう、怖がんや。やっぱ、聞いとんか。うわー、だから、ぐーっといっぱいで、もう、ヨタ気持ちや。ヨタ気持ちや。つもりや。もう、なっても、もう、タイでもあるつもりや。もう、遠慮せんといけよ、遠慮せんと。ぐーっと遠慮せんと。おっさん、おい、誰や。いっぱい飲め。おい、遠慮せんといっぱいけ、遠慮するにもしないにもねえんじゃねえか。なんでいいね、いっぱいけ、ちょっと。飲んだらいいねえか、こいつ。ちょっと酒癖悪いやっちゃって、ここでふんと言うてもらうと、俺が困るねん、おい。金を取るって言わんがないっぱいだね、ちゅうのに。え飲めよ。これ、飲まんのか、あなた。飲むよ。飲む。ぐってけ、いっぱい、ぐってけ。どうじゃ。飲み心地ややな。
駆けつけ三杯もやるわ。気持ちでやっちゃう。行け。いや、もういい、もういい。あっと、もう一杯、もう一杯、もう一杯。こぼさんように、こぼさんように、こぼさんように。もう、持ってない、持ってない。待機。一切れ巻いてみ、一切れ。いいちゅう。いいちゅう。証のまだや、こいつ。ビチビチしてるな、あんまり。そうじゃ。埋めろ。また聞いてるろ。ああ、聞いてる。おい、ちょっと、これとな、ここの、イカのこのピチピチどこ。ほら。おい、行くんか。うるせえな。止まんのか。いやだ、行くよ。これかよ、おい。さあ、ここ。たつ、もういいよ、気に行け、よ、気に。うわあ。おい、おさん、熱上げよ、熱上げよ、熱上げよ、芸人で金龍斎五段と申す知らないものでございます。私はあの大工の辰五郎と申します。明子と申しますね。この年寄りとは何の関係もありませんのでございます。お忍びと受けたまっておりまする。お隠しなさるは重々ごもっともにございまする。ただいま当藩主大木の神江戸金番地留守の間にお間違いなどあっては出府中の主君に対し家臣一同何の面目がいたしましょう。違います。ただいま江戸表にまかりあり、陽君千代丸君、おめとおれにまかりいでましてござります。実はこの城下外れのカチカチ山に古田の木の住む寺があるのです。
今までもたくさんの人々がそのタヌキに殺されたのですね。昨日とって私の父が殺されたと町の実家から今知らせがありました。そんな開けた今日バカな話があるかいな。あんなもんないで。本当なんです。んお願いです。あなた方水戸様のご家来で持っております。どうぞタヌキを退治してこの地方の人たちの悩みを救ってあげてくださいまし。よろしい、引き受けました。しかし我々は水戸さんの家来ではありませんが、二人で確かにそのタヌキは退治いたしましょうな。どう、はびきた、はびきた、もう大丈夫、大丈夫。あわっ、きれいな、いいこと。はい、どうぞ。ごめん、ごめん、ごめん。美しいな、優しいな、ほんまにしてやがな。うわっ、そうだ、そうです。うわっ、また、まあ、ほんまに。なんという、かわいらしいよ。うわっ、ここ、あれがタヌキかもわからんで。そうか、おい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 、聞いてよ、油断するな。行こう、行こう、はい、行こう。これは間の意見、間の意見、もう行けませんよ、行けませんか。お前どこまで。ああ、ゼミカンジェストン、あ、1枚もろたの。牙です。タヌキの牙あるか。いや、ないんです。アホなこと言うな。いや、あのね、タヌキがこう向かってきたんです。そのタヌキのね、この角をね、ギュッとね、こら、ええ、タヌキに角があるか。あ、角はないわ。こいつの言うことは皆嘘なんですよ。いえ、こいつが来たが、こいつ来ないかんと思って、そのタヌキがパッと来たから、鼻がシュッとできたから、こいつ鼻をキュキュキュッとついたら、タヌキはびっくりしたわけ。びっくりで飛び込んだら、もうその辺は敵がいっぱいですから、来ないかんと思って、そしたらもう飛行機がブラーブラーことになってね。いや、あれだって、いや、そうするとね、あの、なんですか、これ、トーチかからね、これ、校舎がダダダダダダってくるわ。その校舎をガッとちぎって、ちぎっといて、こいつを細こうに割って、バーッと投げたら、敵がびっくりして、タヌキが腰抜かしたんですわ。で、腰を抜かしたらいかんと思って、それでこいつがガッと逃げて、それでもういかんと言うて、それでもうあがんなと言うたんです。何の話してるの。それで、そこから、これはつまらんと思ったんです。ひでえ人たちだよ。
ただで一人置いてきぼりにして。もう少しちょっと離れてもらえないかい。お前さんがついてくるから、水戸さんと間違われるんや。こっちは大きに迷惑や。なお。ほんまやもん。冗談言っちゃいけないよ。お前さんたちがそばにいればこそ、こっちは間違えられるんだ。けど考えてみりゃ、私にも罪が、まあ、責任があるね。この神々しい、上品な顔が間違えられるもとだ。まあ、考えてみれば、この上品な顔のおかげでお前さんたちが、見られないお城を見たり、一生食えないようなごちそうが食べられる。礼を言わなくちゃいけねえ。バカ言え。もしこれが偽物の水戸さんということが分かったら、これもんやで。クビになってしまうで。え、クビ？クビになったらどうしよう。うちに残した女房にすまんから。ああ、どうしよう。ああ、たたんとないよ。いや、しかしなんだよ。どうも、こっちじゃあれほど違います。違いますというのに、向こうで勝手に水戸様にしてしまうんだからね。しょうがないね、これは。どうにも。水戸様と見立て祭り、お願いの筋の者にございます。ほら、またおいでなすったよ。え、違いますよ。大変違いますよ。違う。三河屋鍋宿に、恐れ多くも、ご同宿申し上げた者にございます。違います、違います。私も違います。違います。拙者は、関州津山の浪人、平岡忠三郎と申す者。死の仇を求めて、国々を遍歴いたしおる者にございます。目立つ仇は、道館の指南番を務めておりました、田丸伝五郎と申する者。実は、これなる忍に思いを寄せ、再三の申し入れありたるを、死は断りましたのを遺恨に思い、死を闇討ちいたし、蓄電なしたる者にござります。死を申し述べて恐れ入りますが、それがし、幼少より体弱く、武芸を嫌って、学問の身に勤しみましたる結果、狩る際に何の役にも立ちませず、相手は指南番を務めるほどの豪の者、尋常の勝負では返り討ちは当然のこと、よってご老公のお袖にすがり。力がないばっかりに、みすみす敵のありかを知りながら、向かっていけない。育児のないものでございます。どうぞ哀れとおぼし召し、忍ぶ一生の願いでございます。これなる忍ぶがあったらこの花の精神を旅路の雨風にすり減らすを見れば、それが死としてかわいそうで、一日も早く仇を打って。ちょっとお尋ねしますが、そんならお二人の方はご夫婦ですか、それともご兄弟か。おい、何をつまらないこと聞いてんねんな。こなしてやったらもう妹さんに決まってるやないか。妹さん、いや、引き受けました。いや、引き受ける男やろ、この男は。またこいつら、あんたに女を見るとすぐそのまた根性を出して。相手は指南番だよ。たとえ指南番でもどんなもんでも、こんな綺麗な娘さんに頼まれたらちょっと当ては引きんわいな。あ、ちょっと前もってその代わりお断りしておきますが、私は独身の一人のパリパリですが、その代わり私は女房を持ち。これ反対よね。あ、そうか。私も人呼んでございまして。おっさん来たらあっち行き。無事に敵討ちをいたしましたら、わかりますな。ほう、半月ほど前に三国様がここへお泊まりになったと。へえ。それはしかし嘘じゃ。あ、嘘だ。何を証拠に嘘だと言わせたの。証拠と言われては困るが、ともかく嘘じゃ。さても強情なご隠居だな。立派にお城にも登城されて、城代家老様はじめご家中一等の前、それはそれは涙の出る忠厚仁義のお話をされたり、また化けだらへ出かけては100年の甲羅を経た古たぬきを退治されたり、この年の女はもうみんな、あの黄門様を神様のように思ってるんだ。めったなことを言って人の耳へでも漏れてみろ、お前さん方は袋叩きにされるよ。さようか。そんなに何かの良い言葉がりしていったというが、あら、本当か。よく疑うじじいだな。お、それそれ、これが生きた証拠だ。これがね、水戸様のご家来佐々木助三郎様というお侍と恋をしてな。恋をいたしたかな。それからどうした。いや、それがね、身分違いは仕方がねえ、二人かわいそうに泣き別れた。あったよ。助さん、お前のこの子、インプッコだな。この戸田のやつまでございます。
早速追ってお差し向け。いやいやいや、あ、捨ておけ捨ておけ。あ、別に悪いこともせんようやら、いずれ会うこともあろうから、その時叱れば済むから。いやいや、珍しいや、何時は死の敵よな。何時とここで愛しはもう昨日不合不存下の花町へたる今日ただいま尋常の勝負勝負と呼ばわったあり、遠からん者は音にも引き近くば寄ってみにも見よ。あ、本当らしいか。せめて敵を打つまで持てばいいが。どうしたんですか。どうしたんですか。生まれる。え、生まれる。あの、何が生まれる。何が生まれるって、うなうなら子供が生まれるのは当たり前ないか。子供。うん、娘さんが子供を産むか。気の利かんとこやな。ほら二人はあんた若夫婦やないか。夫婦か。うん。しまった、そんなやったら手伝うのやなかった。あれ、ほんな厳密なこと今さら言うな。手伝え手伝え手伝えって、この物をつけられます。それんて、そんなに、そんなら後願いします。うん、何を夜によってこんな忙しい田中に産むことはねえじゃねえか、師匠。えっ、お前頼まさせとった。大変だ。よっよっよっ。だけれども、おっさん、あんた大体すごいのか弱いのかどっちだね。いや、私はとにかく荒木正右衛門か岩見重太郎かってくらいだぞ。偉いすごいんだな、おっさんは。おだけどね、俺だって相当なもんなんだよ。え、第一年高原一刀流。え、そればかりじゃないよ。ほれ、おとなしの構えての知ってるか。おとなしの構えてのこうやんでくれ。え、何そんなの。こっちは獅子神面二刀流だぞ。けど今日は一本忘れてきた。忘れてきた。危ねえわ。あ、そう、危ねえ、危ねえ。ほら、前の無茶してくるから危なくてしょうがないよ。怪我したらどうするんだろう、一人。あ、敵討ちじゃねえかんな。いや、あのね、敵討ち、敵討ちってね、おさすごい言うけれどもね、俺は何もそんな人の悪いもんじゃないんだよ。みんなが敵、敵って言うから我慢してるけれどもね、大体俺は人なんか殺すような戦士のもんじゃないよ。顔を見てもわかるでしょ。そうらしい。第一ね、あの人を切ると血が出るでしょ。あれはかなわんよ、あれは。私もあれ嫌いだ。もうよしましょう。よしは。帰りましょう。おい。しましょうって今更なってなんだ。諦めて信じます。そんなことはできないよ。な、諦めなんてそんなことはできないよ。できないよって、もうことここに及んだらしょうがないから、まあ負けちまえ、安く景気よく。それもマジですから、そんな無茶苦茶。お前、こっち危ない。おっ、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 あらまた帰りつくれねえか。ちっとも仲んこうだね。あらいい子や。それでは本部立ってもらおう。おい、で、お前何か、男の子は女の子か。男の子ですよ。おら、結構や、懐かしい。男。そんな結構やに、ガッチリしたらばい。いろいろと、どうもありがとうございます。いやいやいや、しかしあんた、大丈夫でっかいな。産後ですよって気ぃつけておくんだな。おばあんまり、ごめんなさい。ごめんなさい。おばあんやらい。やったらないから、お大事になさいよ。あ、おくれ、これ、これ、手前ってどうすか。まあ、そこに座ってくれ。食べれた。一服しよう。一服しよう。まあ、座ってくれ。あら、一服してもいいけど。しかし、素晴らしくて、バンチサビやると違うか。違う、違う。そんなことは知らない。もう、刀で敵を討つなんてのは野暮だ。まあ、頭でバンチはやらなきゃいけないな。ああ、何しろ、お互いに紳士だからね。運命の世の中だからね。あ、危ない。さ、つけた。あ、それはあかん。いや、わかんない。いや、それはあかん。うん、待てよ。大事、この子供がもしものことがあったら大変。あ、そうか。ちょっとお前、一足見てこい。いや、わしはいかん。え、わしはもしかのことがあったら、あの、国に残した女房にすまん。女房のことも考えるか。おい、大丈夫か。え、あったかなかな。それはよかった。え、どうか。わしの兄貴はね、その山中で今ちょっと山賊になっておがね、ちょっとわしの顔によう似てるよ。ら、ああ、さよかな。ああ、早くしけ、綱しけ。何を綱。いや、綱しけ。綱
なるか、手伝えようか。いやいや、それには及ばない。あんた落ち着いてよろしい。お早く引け。おっさん、おつら引っ張ってくれ。そう。おお、ここ、おい、あれ、な、何にするこれ。おいおい、で、天井の横のおい、詐欺じゃねえか、お前は。なんで。いやいや、あ、頭だよ。頭だよ。どうもさっきから変だ変だと思ってたが、いらん。おい、よし、もう大丈夫か。こうやってな、あの大きいやつを吊り下げといたら、あとは古文ばっかしちゃう。ら、どうやっても知れてるわ。親分生け取ってしまったやろ。そうや。あ、さ、これからいいとこへ行こう。ああ外腕伸ぶやろな。俺は昔赤城の山でちょっと暴れたことがある。おい、国沢チームみたいに言うな。お前はどれ。ああ、俺も昔暴れたで。どこで。農病院で。農病院。おい、来てやみたいに言うな。行け。言を道断のふらち者、このままにいる守護医とは天下の法が相たたんによって光国自ら成敗いたす。覚悟いたせと申すところだがな、うん、その方たちが少しでも領民のために良いことをいたした功徳により、この度だけは許しつかわし、ああ、もはやかようないたずらはやめて、一刻も早く故郷へ帰り、はじめに正業につくがよいぞ。助けてー。おい、待てるか。助けてください。待てるか。待てるか。待てるか。地獄の一丁目だ。一丁目のねえところだ。どうだと言われたねえぞ。かすかに来る女の姫。あ、山賊らしいぞ。義を見てすだれは言うなきなる。行け、よし。おい、大丈夫、大丈夫。おい、おい、旦那。おい、旦那。え、ああ。危ないところ、本当にありがとうございました。いや、本当に危ないとこでしたな。あ、まあ気が乗って何よりまあ結構ですわいな。しかしこんな寂しい山の中を一人で散歩とは大胆ですな。私薬屋でございます。
薬売り。ほら、お名前でもしっかりしてるな。どういうお薬を。お腹の痛い薬、頭の薬、いろいろございます。頭にお腹痛、失恋の薬はありませんか。そんなつまらんこと尋ねねえ。あったら1週間分ほど。生あるがいなのね。お礼の印にこれをどうぞ。あ、そう、そんなことして、笑い薬。なるほど。これは気の毒ですな。どういう時に使うの。ご気分の悪い時にこれを一服お飲みになりますと、たちまちほがらかになりますの。おお、そうですか。もうちょっと変わっとるね。ああ、俺もいい。気分の悪い時に。やればよろしいんでございましょう。やります。おい、今帰ったよ。
まあお帰りなさいまし。今日は早くございましたわね。よかったって友達がみんな集まって相談したんだ。家庭の女房がかわいそうだから、うちでこれからは飲もう、外では絶対飲まんっていうことになったんだ。まあ本当でございますか。サービスいたしますわよ。本当にチップいりません。当たり前だよ。お前にあんまりチップやらねえが、おかんできたか。さあさあお酌しよう。お前飲んでくれ。あら、私飲めやしません。飲めやしませんわって、お前が飲んで俺が飲むから初めて一緒に飲むんじゃないか。さあ飲めよ。酒好き持てよ。おい酒好き持てよ。おい俺のお酌で気に入らんのか。あら、そんなこと言うもんじゃありませんわよ。あなたのお酌で気に入らなくて他に気に入る人があるんですか。知らないわよ。抜くんだよ。詰めるなよ。さあ一杯詰むから飲めよ。だってあなた飲まなきゃいけないんですか。またここで逆らうとあなたが他行っちゃうといけませんからね。で少しついてくださいよ。少しよ、あなたどっさりついたら残しちゃうわよ。私うたたたたたた、あらこんなに飲めないわよ私これ。もう顔赤くなったでしょ。頭の毛も。あのまま放っておいたらお前親父がとうとう殺されちまうな。何の工夫が困ったな。おいお前あの割れ薬を持ったってやろ。持っとると思わないで保険屋になった日で。おいすごいこと言うなこいつ。なぜない、少しも面白くないじゃないか。俺は笑わないじゃないか。のこれ買ったの持ってこい。ちょお待ちください。何これ。これから面白くなるんです。これからこれからなりますから。もう少し面白くなるか。なりますから。もう少し待ってください。そうするとお前さん上達じゃない。本当に近頃は私は毎晩毎晩お前さんの帰りを待ってそんなにお前さんにひどいことされるようにそんな思いは絶対ないです。となる方、次郎様はその臣下となられる方、臣が家来に謝る教育は許さんぞ。黙らっしゃい。太郎様がお家を相続なさるとはまだ決まってはおらん。ご家中一等は次郎様こそまたと江ヶ崎名君と申しておるのじゃ。家中一等ではあるまい。貴殿らと一味であろう。ん、無礼者。家督相続はご長男たる太郎様に決まっている。その上江戸の大殿様はご陽気、その留守中に軽々しいことを申されるな。いや、大体この喧嘩は太郎様が次郎様を殴ったからじゃ。違う、次郎様が太郎様を殴ったからじゃ。違う、次郎様が太郎様を、いや太郎様が次郎様を、違う、次郎様が太郎様を殴ったからじゃ。違う、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 やがて水戸のご老公がおいでになり、国略をつけてくださいます。何事もそれまでのご辛抱でございますぞ。水戸のご老公様がおいでになる前に太郎君様を肩をつけんといかんの。次郎様がお家をご相続なされば、当家35万石は我々の心のままじゃ。うまくやる。仙台のやつ、飯が出たいておってどこも隙がない。どうしたのでしょうか。うん、そうか。
火事が好きでそっと仕込んだらどうでしょう。うん、よし、やってみよう。若様たちお二人に差し上げるおやつを持ってまいり。はいはい。子供が菓子が好きやから、その菓子の中に毒を入れておいて、むちゃくちゃやないか。ありやったな。やばいことやるよな。俺はこんな話聞いたら黙っておられるのは大工のたつものや。当たり前や。なんとかして邪魔しようやないか。やってくれ。おい、頼むぞ。おいしい、おいしいございました。
兄弟が潜在の後まで名を残し大手柄を立てたも兄弟力を合わせたがためじゃ。この後ともにますます仲睦まじくいたすように。わかりましたか。はん、よい子だよい子だ、賢いの。お父っつぁん遅いね。確かに今日って書いてあったんだけど。ちょっとものをお尋ねいたしますが、あなた、あの大工のアジャ吉さんではございませんでしょうか。ご存じね、違うよ。不思議ね、確かあのような年格好だったんじゃろう。ああ、江戸も随分変わったな。変わりましたな。まるっきり分からん。冗談言うなよ。お前さんは座ってるから箸が大きく見えるのに。ああそうかい。しかし今日うちの可愛い女房が迎えに来ることになっとんねやがな。あ、ちょっとお願いいたしますが、あの突然ですがあんた大工のアジャ吉の女房と違いますか。違いますよ。あ、そうか。どうもすみませんでした。お母さん、あの人お母さんのこと言ってるよ。しょうがないよ。お前のお父さんはもっと若くて綺麗なんだよ。あんた汚いじじいじゃないよ。あのちょっとお尋ねいたしますが、あなたあの大工のアジャ吉さんでしょ。私違います。ピカのように綺麗で可愛らしかったはずじゃ。おい、最前からあのばあさんがいろいろ人を訪ねてるが、ひょっとしたらあれがお前の女房と違うか。何を言うねんな、たつさん。あんたも知っての通り、もっと美しい綺麗なばあさんや。こんなのめちゃくちゃばあさんたちやがら。お、うれしゃ、恋女房。あんたあの、あちゃきの女房でしょ。違うよ、お前、いやらしい。おー、なにまたもう、吐くようなもんですわ。おつゆよー。あいよー。あれ、いやらしい。汚い、バカ。え、ほんまに。あかん、行こう、行こう。
違いない。あれば私の女房でも、そうじゃ、たった探して。違うかいな。いや、しかし何だぜ、考えてごらんなさい。江戸を経っても30年だぜ。30年も道中していれば、これ品物なら擦り切れちまうわ。まあ30年経ちゃ人間年を取る。頭もはげれば白髪にもなる、シワも寄る。これは当たり前だ。ああ、そうかな。ああ、そうするとやっぱり、あれはわしの女房かいな。やっぱりお前、おちぃやないか。やっぱりお前さんか。おちぃか。お前さん、お前さん。お母さん、お母さん、子供たちの前でみっともないじゃないか。お前さんなんじゃ。これお前さん、せがれじゃないか。え、これがせがれか。まあ大きな子供じゃ。ほんでこれみんなせがれかいな。これが息子の嫁でな、これが孫たちだよ。おお、これが孫で。これが息子の夢やんか。おじいちゃん。え、おじいちゃんって誰だよ。お前さんのことじゃないか。わしがおじいちゃんか。ああ、心細くなってきた。あのうちにご飯の支度ができてるから早く帰りましょう。久しぶりじゃ。久しぶりじゃ、いっぱい飲もう。ああ、久しぶりに帰ってきても家もなし、嫁もなし。一文くれたよ。古事記と間違えやがった。一つこれから古事記でも始めるか。その方が楽でいいな。簡単だよ。やってみようか。やろう。どうぞ助けくださいませ。どうぞ。何が古事記でございます。どうぞ。お前ら古事記かい。天才です。ほら、かわいそうにな。かわいそうです。はい。ありがとうございます。いや、実はわしもね、以前ちょっとやったことがあるんでね、道場のあまりね、あ、君もどうかね。はい、ありがとうございます。これちょっとお釣りもらおう。あ、もう助かります。どうもありがとうございます。あ、ありがとうございます。これはどうも、いやどうも、しばらくした。ああ、ご機嫌さまで。いや、おかわりもなくて。大丈夫ですか。え、あのね、あの、これどこであったっけ。あなたにお目にかかりましたのな。シンガポール、あれのちょっとこっちの方だった。しかし、あんたの顔は見忘れのできない顔だがね。あんたも小僧よですからな。割と、割とが、ああ、思い出してこの野郎これ。お前らがね、お前らのために俺は基山中でもって殴られたんだ。お前が来るか来るかと思って、30年の間ここでもって頑張って待っとったんだよこれ。そうですか、随分ご苦労さんでしたね。おかわりございませんね。ますますお丈夫で。おいてますます高。うわ、これごまかすのこれ。そんな乱暴な。こげろぞこれ。お前たち、こいつこいつたち。助けてくれ。助けてくれ。おい助けてくれ。おい助けて。おい、あ、ダメだ。ダメだ、助けて。あ、夢か。夢でよかった。ああ、危ねえ。もう少しで木曽山中に連れてかれて首をちょん切られるところだった。親父、え、俺もその夢を見とった。同じか。うん、そうか。おつゆ、おつゆ、おつゆ、一杯ご、一杯ご。お前も年寄ったな。さあ一杯ご。何を言うとんだ。おい、おつぎなさい。おい、おい、おい、夢やってんな。ああ、いい夢見たな。シェシェやこんなとこで起こすなんて。ああ、夢の続きが見たいな。やっぱり夢見てたんだ。おつゆがババにならん先に、
はよ帰りたいな。お、出かけようか。出かけよう。行こう行こう。あ、富士山が見えたるで。ああ、立派なもんやな。ええな。まあ、なんと言うても富士山は名山やってんな。あらな。しかしあの富士山はあれ、なんという山や。あれはおばって山。何を言うてんの。あ、てっ男やな。富士山は何ちゅう山ですかって、そんな決定なものの尋ね方があるか。ああ富士山は富士山やね。富士山は富士山や。ああやっぱり富士山や。ああ、一遍登ってみたいな。まだ何かお前登らった。おう、ほんと、登ったことあるの。ほら、ほうほう。おう、ええやろ。あら、よー、見晴らしがええで。まあ、そうやろな。ほら、もう目の届く限り皆見えてしまうで。当たり前やな。はい。ほら、何しろ高いからな。とにかく前のこの、なんやな、あの、巫女の松原、田子の浦。うん、聞いてる。聞いてる。千島、江戸郎島の。ほら、ほら、言うね。富士山から千島エトロ島が見えますな。むちゃくちゃや。それはむちゃくちゃなのよ。なんと言うてもやっぱり一目やろな。一目や。お江戸なんか手に取るようなな。ああ、そうかな。ほら、日本橋。あ、日本橋は見えんわ。ああ、それ日本橋は見えんわ。だけど、お前、これが俺不思議でたまらんねや。なんでやろ。日本橋から富士山見たら丸見えや。ほう、丸見えや。で、富士山からお前、日本橋が少しも見えんとは、これは絶対な話。なるほどね。いや、これはね。富士山からね、日本橋はね、昔から見えんことにはなっとる。あ、決めたの？あ、それを知らん。変な男やで。うわー、ちょっとね。こいつは嫌な親父やで、おい。何を言うな。え？おい、富士山な、今見たが大きくなったね。大きくなったのって富士山は昔から大きいんやないか。いやいや、私が子供の自分はあんなじゃなかった。おあ、やっぱり育つんだね。だんだん大きくなるわ。ああ立派なもんだ。富士山の歌を知ってるかね。知らん。知らない、うん。お富士山、霞の衣を脱がしゃんせ。雪の肌絵が2頭ござんすなんてな。うわー、なるほど。もっといい歌があんだから、ね。商売がうまいな。ああ、おでたげようか。おでて。いくらが出すか。ほらあかん。言うたら全然こと。この陰気切れ。行こう。もうこんなだろ。おいおいおい。おい、そんなってのはないよ。おい。おい。お二人さん、私一人を置いて、そんなつらありませんよ。後から行くから待っててもらいたいので、おります。